ルクラ、やっぱり面白いね。プロとしての生き方、今まで考えなくてよかったこととかも、考えないといけないのが大変ってのがありますよね。中田さんが悪いこと言うんじゃないかって思ってたけど、やっぱり迷って素直にぶつかって向き合っているからこそ、純粋にトゲトゲの曲に仕上がってたってのが良かったよね。最終回はダイダストのバトル、勝つのは奇跡だけど、このメンバーで奇跡を起こしてほしいと思います。以上、ガルクラのお話でした。